米長春信は、日本の政治家。元参議院議員。本名、鈴木春信。おじは、日本将棋連盟元会長で、衛生規制の米長国を、山梨県南駒郡増穂町生まれ、1984年大阪府立、島本高等学校卒業、上智大学文学部ドイツ文学科卒業、大学卒業後は1990年富士テレビに、 入社。報道部門を歩み、ニュースジャパン、FNN スーパーニュースチーフディレクター、社会部やベルリン支局長や政治部キャップを務める。2007年に富士テレビを退社。同年7月、第21回参議院議員通常選挙に民主党代表だった小沢一郎からの要請を受け、民主党公認で山梨県選挙区から出馬し、初当選した。 この選挙ではおじである、米長国夫が、選挙対策本部の特別顧問を務めている。2012年7月6日、消費税増税法案を含む、社会保障、税一体改革関連法案に反対する意向を、表明し、民主党に、離党届を提出。離党届は、同年7月9日に受理された。2013年1月、 みんなの党の参議院会派に加入する。同年2月、みんなの党へ正式に入党した。同年7月の第23回参議院議員通常選挙では、日本維新の会からも推薦を受けたが、落選した。第24回参議院議員通常選挙では、無所属で出馬。3年ぶりの帰り咲きを目指すが、結果、腰石の正式な後継候補である。 民進党公認、日本共産党、社会民主党推薦の宮沢由加に敗れ落選。2018年9月23日、2019年、山梨県知事選挙への出馬を表明。2019年1月27日、投開票の結果、大差で落選。ありがとうございます。